ユーガブランドディレクターののりきです。今回はユーガのペルソナについてお話をしていきます。で、ペルソナを簡単に説明すると、要は架空の人物を完全に作り上げて、それに対して、商品開発だとか、販売だとかを、どういうふうに行っていくのかっていう作戦を、立てるというような、要は先にもうゴールを目的地を決めてしまう。でそれに向けて、要は物事を行っていくみたいな流れの時に使うものです。でこのペルソナに関して、ユーガの場合は、ネットなんかで調べてみると架空の人物を作るっていうようなことを書いてあるんですけど、ユーガの場合はペルソナは、私と花江なんですね、デザイナーの。なので、架空ではなくて実際にもう自分たちをペルソナにして、自分たちが、こういうものだったら買いたいよね、実際に買ってるよねっていう、そういうような、設定になっています。でじゃあどこまで具体的に作らなきゃいけないのかってなった場合、もちろん、年収ベースから、どういうものが好きなのか好みだとかで、どういう行動をとっているのか、例えばじゃあ百貨店で買うのかセレクトショップで買うのかとか、そういうこと細かいことを、定めてその人に向けて、商品開発、販売を行う作戦を立てるというようなことになります。で、これなぜ架空の人物じゃなくて、私たちにしたのか、すごく理由は簡単で、架空の人物っていうのはやっぱりこう自分たち商売をやっている側だと、要は自分の都合の良いように考えてしまうっていうところがまず一つあるなと私は思っていました。なんかこう例えばすごいシビアに考えてはいるんだけど、どっかしらで自分の都合の良いように話がこう頭の中でこう出来上がってきて、でそれに対して、結局このゴールに対して、自分たちが物事をやったところでやっぱりこうちょっと甘さが出るわけですよね。ってなった時にやっぱりもう完全に自分のことだったらば自分が分かるので、自分に設定をしておくと。で、デザイナーの花江に対しても、妻なので、よく分かると。実際に生活を一緒にしているので、どういうものが好きだとかどういう消費行動を取るのかとか、お互いの年収も分かってますし、なので、実際に、いる人物、自分と、妻っていうのをペルソナに掲げています。でここで例えば、どんな設定でもいいわけですよね。例えばじゃあ、おしゃれ好きに売りたいのかそれとも服好きに売りたいのかとか、そういう軸で考えた時も、実際これすごい異なるわけですよ。例えばおしゃれ好きな人、おしゃれ好きってなると別にじゃあ価格帯って高価格帯から低価格帯別にどこでもいいわけですよね。その要は私が認識しているおしゃれ好きって結局自分が主なので、自分が主軸なので、自分がおしゃれに見えれば OK 大丈夫、目的はクリアされてますっていうような、考え方が多いんじゃないかなって思ってます。なのでここに高価格帯を指していくっていうのって、どうしてもこの今の市場の流れ的に、低価格帯の方がみんな手に取りやすいし、それで十分おしゃれになれるんですよね。別にユニクロを着ていても GU を着ていても島村を着ていても十分おしゃれになれるこの時代に、おしゃれ好きにうちの優雅という洋服を売るっていうのってちょっと難しいよねと。しかも、インスタグラムから、こう発信をして始めていったブランドなので、どうしてもやっぱりつながる人間というのは、そのおしゃれ好きに対しては、この価格帯をそこまで、高価格帯のものを好んで買う方々っていうのはあまりいないよねっていうので、私たちが選んでるものっていうのは服好きな方なんですよ。服好きな人たちに向けたものなんですよ。で洋服好きの人たちって本当に細かい仕様からもう何からかにまですごい質問してきたりだとか、すごいこう要は熱心に自分の中に落とし込もうするわけですよね、情報を。ではそういう人たちじゃないと、要はすごいクオリティの高い本当にプレタ専門でやっている縫製工場のクオリティだったりだとか素材だったりだとかっていう、要は話になっていくわけですよね。そうするとユーガっていうものの、要は本当に力を入れてやっている部分っていうのが興味を持ってくれると。これおしゃれ好きだとなかなかここまでも興味を持ってくれるってことが少ないわけで、なので、おしゃれ好きよりも服好きっていうような、設定をしているというような感じです。これはもう本当に一部の話ですけども、要はこういう細かい設定を、どれだけやっていくかで、うちはペルソナは、私とデザイナーの花江ですっていうお話でした。今後も何か参考になれば幸いですので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。